皆様こんにちは。パンマニアパン料理研究家の片山千佳子です。東武百貨店で開催するパン祭りの監修をしております。今回約50店舗にご出店いただきます。そのよりすぐりのお店の中からレ・ディニシエの総監督鳴沢さんをお迎えして、一押しの商品などを紹介していきます。鳴沢さんこんにちは。今日はよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。鳴沢さんからちょっと自分の自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はいはい、鳴沢芽衣と申します。東京都文京区根津レジニシエでパンの総監修をさせていただいてます。現在はフランスでフリーランスとして活動中で、フランスで開業準備中でです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳴沢さんといえばもうパン好きなら知らない人はいないと思うんですけれども、2017年にフランスのバケットトラディションコンクールで優勝された、はい、この優勝も外国人初、女性初という優勝だったと思うんですけれども、はい、それってやっぱりめちゃくちゃすごいことですよね。すごいというかすごい誇らしかったです。嬉しかったです、純粋に。はい、それってやっぱり大変なんですか？どんな練習とかをなされたのかなとかって思って。大会当日は、どんな粉使えるとかどんな機械があるとか知らないで、はい、挑むので、はい、練習期間中は、まあ、5ヶ月ぐらい練習したんですけど、はい、いろんな粉でバゲットを作れるいろんな粉で試して、うん、水の量を変えたりとか、はい、発酵時間を調節したりとか、そういうことをして してました。ちなみにその、はい、優勝するためのこういう基準とかっていうのあったりするんですか？例えば、はい、何グラム以上だとか、はい、こういう形をしてなくちゃいけないだとか、はい、あります。きっとみんな、はい、それに挑むぐらいだから、はい、みんなこう選ばれた人たちだと思うんですよ。その中で順位をつけるってどういった基準があるのかなとかって思いまして、はい、味、香り、うん、美しさ、あと気泡、内装ですね、はい、いろんな基準があって、まあ、それをクリアしなきゃいけないというのは、まあ、当然で、はい、あと、長さ、うん、50センチプラマイ2センチだから48センチから52センチの間であることと、うん、あと重さが250グラムプラマイ2なんで、うん、248グラムから252グラムで、それを40本1回で作るんですけど、すべてそれじゃないと減点ですね。だから限定しないようにみんな慎重に測ってやる。めちゃくちゃそれプレッシャーかからないですか？プレッシャーです。前日1時間半、うん、2日目6時間時間が与えられるんですけど、はい、もうその時間内はずっと緊張で、もうみんなそうです。でも、フランスだと製法がちょっと違うというか、日本よりももっと厳しいんですか？あ、そうです。バゲットトラディションはパンのその法律といいますか、はい、デクレパンという本がありまして、うん、はい、それにはフランス産の小麦でなければいけないとか、はい、あと添加物を一切使ってはいけない、うん、で塩も1キロの粉に対して18グラム以上入れてはいけないなど、そういう基準があるので、なるほどなるほど、それを守らないとバゲットトラディションフランセーズってフランスのって意味ですけど、うん、それは名乗れない。なるほどね、はい、そもそも鳴沢さんがフランスにその渡仏しようと思ったきっかけって何なんですか？は20歳ぐらいで専門出た時に、はい、フランスに旅行に行って、はい、で普通のブランジュリでパンを買って食べた時に、はい、あ、私ここで働きたいって、フランスで働きたい、本当単純な理由です。でもそこからやっぱり語学もできないし、はい、金銭的に難しかったので、うん、まだ若いので、で5年ぐらい日本で働いて、はい、で蓄えてそれで行きました。それってこっちで働いてたところってメゾンカイザーなんですか？はい、最初は5年間はビゴの店、藤森さんのお店で、その後ワーキングホリデービザを利用して1年間フランス行って、
で帰ってきてまた日本でメゾンカイザーで5年ぐらいして、でまた行きました。ちなみにそのフランスのバゲットと今日本のそのバゲットというかパンもすごい美味しいなと思ってるんですけど、はいはい、違いってあったりしますか？味というよりはそのバゲットの、あり方ですかね、その、はい、食べてくれる人にとっての、うんうんうん、フランスでのバゲットはやっぱりあの毎日食べるもの、はい、日本人でお米なので、はい、まあ、シンプルで粉のこう香りが、うん、食べた時にすごいふわっと広がるというか、うんうん、毎日食べても飽きないものがやっぱりバゲットですよね、フランスにとって、はい、日本だとまあ、そうありつつもありますけど、やっぱりちょっとなんかあの毎日食べれるものではない、ちょっと贅沢なものっていうか、うんうんうん、ちょっとあり方が違うな、存在の仕方が違うなっていうのは感じます。なるほどね、はい、でも味はみんな多分どこも美味しいなって思ってるんで、今回出品していただく商品のことについてお聞きしたいんですけれども、はいはい、今回9商品出品していただけるんですよね。はい、その中でちょっと今日持ってきていただいたのが、はい、そのバゲットトラディショナルと、はい、すいませんこれちょっとカタカナが長すぎてちょっと覚えきれなかったんですけど、教えてください。ブリオッシュプラリネロゼです。ちょっと鳴沢さんからこのお二つの商品について、はい、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？はい、こちらはバゲットトラディションで、はい、さっきも話させていただいたあのフランス産の小麦水使って、製法もフランスでやっている製法、低温長時間発酵で、全く同じフランスと同じやり方でやってます。鳴沢さん、これバゲットなんですけど、はい、クープ1本なんですけど、はいはい、これって何かこだわりあったりするんですか？はい、フランスは、パン屋さんに行くと、はい、バゲットトラディションと普通のバゲットオーディネアがあって、はいはい、バゲット普通のバゲットは5本クープなんですけど、うん、トラディションは1本が主流なんで、それで1本にします。なるほどなるほど、はい、これバゲット結構長いじゃないですか、はい、まあ、普通に私バゲット大好きなので、はい、このまま食べるのも好きなんですけど、はい、やっぱりちょっと残りの半分は違う食べ方したいなとかって思って、はい、鳴沢さんがいつも、はい、私はこんな風に食べるよみたいな食べ方ってあったりするんですか？はい、はい、特にこだわりはないんですけど、はい、でも一番好きなのはやっぱりシンプルにこう切って、うん、有塩バターをちょっとつけて食べるのがすごい好きです。で、そっちのブリオッシュプラリネロゼはブリオッシュっていう卵をたくさん入れたふわふわした生地の中に、プラリネロゼっていうのは、プラリネっていうのももしかしたら耳にされたことあるかもしれないんですけど、アーモンド、ローストしたアーモンドの周りを、キャラメルがけして、でピンクの色でキャラメルがけして、それがカリカリした食感なんですけど、それが生地にたくさん入ってて、で上にマカロン生地をかけてるので、上はこうサク、中はふわっていう感じのパンです。これめちゃくちゃ見た感じも可愛いし、そうです、華やかですよね。一瞬パネトーネかなと思い、それこそクリスマスの時期とかまで楽しめそうな、そうですね、みんな家族ですか、ご友人とね分けてこう楽しいみたいな。今回実演販売をするということで、はい、それに向ける意気込みなどありましたら教えていただきたいんですが、はい、焼きたてのパンを、まあ、皆様にお届けできるように一生懸命朝から作ってますので、ぜひお越しください。お越しください、はい、今回は鳴沢さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様も池袋パン祭りでお待ちしております。